4番ビクトリー10収まって、7番晴れ姫最後に引かれて、8頭が揃いました。枠入り完了。スタートしました。まずまず揃って出ました。外7番晴れ姫。ダッシュよく出ていきますが、外から8番の菅野ダイヤ、2頭が抜け出していきます。3番手に3番 KT 関戸場、その後ろに4番ビクトリー10、1番リトルフラワー、接近5番の猫ジャック。後ろ2頭は2番の老若男女、それから6番北斗タキオン。徐々に展開ばらけてきまして線を通過。前は1、2コーナー、中間から2コーナーへ。先頭は8番の菅野ダイヤです。リード体半分ぐらい。外から7番の晴れ姫。そして3番の KT 関戸場、迫って前3頭、広がって向こう上面に出ました。後ろ2馬身半ほど空いて、1番のリトルフラワー。外には5番の猫ジャック。2頭並んで前との差を詰めます。あとはばらけて2番の老若男女。離れて6番北斗タキオン。それから4番ビクトリー10がしんがり。前のグループ固まってきました。3コーナーカーブ。逃げる8番の菅野ダイヤ。外から迫るのは3番 KT 関戸場。7番の晴れ姫交代。代わって1番のリトルフラワー。5番の猫ジャック。さらには2番老若男女を押し上げてきました。前は3、4コーナー中間。後ろから6番北斗タキオンもスッと押し上げてまいりまして。前は4コーナーをカーブして直線コースに向いてまいります。8番菅野ダイヤが先頭ですが、外から6番の北斗タキオン。連れて1番のリトルフラワー。2頭並んで伸びてきて前は200を通過。粘る8番菅野ダイヤ、外から6番の北斗タキオンが捉えました。北斗タキオンが先頭、3番手1番のリトルフラワー、2番手に迫ってくる。6番北斗タキオン先頭、ゴールイン。勝ったのは6番北斗タキオン。逃げた8番菅野ダイヤを直線で捉えました。鞍上笹川翼騎手。逃げた8番菅野ダイヤ2番手、1番リトルフラワー3番手。以下3番の KT 関戸場、2番老若男女。